お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのロイフデッキやっていきたいなと思います。で、迫撃ロイフグですね。で、ムートも入ってて、まあちょっとロイフグデッキにしてはまあ重めなねデッキ、迫撃デッキにしてもまあ重めな、まあ、デッキにはなるんですけど、こうまあ迫撃ロイフグといえば、まあ1年とかもう1年半とかかなぐらい前にこう僕結構愛用してたんですよね。まあアウトローアーチャーの方とかだったから、まあ形がまた違うんですけど、まあなんか進化を遂げ新しいね方になり、まあこのムートロイフグ迫撃が生まれたので、まあ今日これやっていきたいなと思います。迫撃ロイフグめっちゃ好きなんですよね。なんかロイフグで攻めつつ迫撃で攻めれるっていう部分もあるんですけど、こう迫撃で守れるっていうのがね個人的に好きで、まああとはまあロイフグデッキってこうボムタワーとかほぼ勝てないんですよ、ぶっちゃけ。そう、ボムに勝てないんですけど、そういう相手に対してロイフグ出さずに一生迫撃で攻めると、迫撃の受けにボムタワーを使ってくれたりだとか、まあなんかこうどん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 こう崩していける感覚があるんですよね。まあそれがなんかこう、まあ個人的にこう快感というかね、すごい好きなね、まあところでありますよね、というところで、さあ今回の相手はまあロイジェイっぽい顔してますね。これごぼうりも受けたいんでここに出します。で、なんなら回復させます。よいしょ、いいはみっちで、これ相手多分きつくね、うちのバルキリー次第。うお、うちのバルキリーやばい。待ってめっちゃいいめっちゃいいめっちゃいい。これあだとってる。で、まあここのロイが多分ファイブオーバーですね。またなんでファイブオーバーするので攻め箱置いて、え、ちょっと待って、オッケーオッケー、いい、そりゃそうだ、これでコストがないんですよね。いやー、いいですね。で、まあ、とりあえず、相手のデッキは、まあ、ロイジャイですね。マスケ、ゴボウ、リスケドラ。なので、まあ、これ、いや、これ、デリでよかったな。なぜ、ファイブ、デリでよかったかというと、デリで結局守れるし、まあ、迫撃一発入ったのでかいんですけど、デリがそのまま相手陣地に行って、無視したら2、3発ぐらい殴って、結局、迫撃の一発よりダメージ稼げたみたいな。で、1コツ安くすんな、みたいな感じかな。まあ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 、こっからはね、もう出番ですよ、迫撃ちゃんの。もう一生防衛迫撃するだけですね、これは、マジで。で、よいしょ、サムートとバルキリーマスケで、両サイ組みつつ、あ、これはやべ、釣れねえかも。いや、言うてか、いい。いや、このデリー強いですね、デリが。まあ、最近増えたかな、わかんないけど、デリバリーが。ちょっと強い気がしますね。で、これマスケのタゲで取りつつ攻めます。で、なんとなくヒースピを添えて、で、あれはまあまあまあ自陣回収でいいでしょうという感じでね。相手ロイフグなんで、もうロイフグね5打っとけば、あぶね、待って焦るもう相手からしたらこれ絶望ですよね。だって、いや、お前なんで迫撃やってバルキリーやってデリバリーやねんって。いや、お前防衛ファイブバルーン会っていう、まあ、地獄のね、ような、マッチかなと思います。さあ、グッドゲームですね。最近、親衛隊とかもいますし、意外と、こういうね、デッキも、てか、迫撃がちょっと増えてきたのかな？わかんない。昨日、迫撃の方出してからそう感じるだけかもしれないんですけど、まあ、とりあえずね、どんどん2、3名の方もやっていきたいなと、思います。というわけで、ちょっとね、最近あんま雑談っていうか、なんかそういう感じの話はしてなかったんですけど、まあ最近すごいね、こう思ってることがあって、まあこれはちょっと皆さんにね、こう共有したいというか、まあ、ちょっといずれね、そういう動画を上げるかもしれないので、ちょっとね、話そうかなと思うんですけど、まあ何をね、こう最近思ってるかというと、こうまあ、病んでるわけでもなく、最近なんか別にどうかしてるわけでもないんですけど、猫をね飼いたいっていう僕がいます。猫ちゃんですね、猫ちゃん。そう、まあそれにはいろいろ訳があってというか、まあ訳もそんなないんですけど、こうまあ僕ね、こう岡山に、まあ、住んでて、実家岡山なんですけど住んでて、その時犬飼ってたんですよ。で、まあ、今はまあ一応生きてるんですけど、結構まあ寿命も近くって言ったところで、で、まあペットがやっぱ好きなんですよ。ずっと犬がいたので、で、その環境で僕でもあれか、3歳持ったか、まあ、4歳とか5歳ぐらいの時からこう犬がいて、で、今僕も21で、そう、15年間ぐらいずっと
まあそばに生き物がいる環境で生活してて、でも今こう東京にねこう上京して今一人暮らししてるんですけど、まあ一人暮らしなのでやっぱこう人間誰もやっぱ寂しくなるもんなんですよ、ぶっちゃけ。そう、どんな人間もね、そう、その辺のヤンキーとかもやっぱ寂しくなるんですよ、一人暮らしすると。あ、待って、やべ、あ、やべ、ここ待って、俺のバルキリーとヒスピ下手。あ、待って、危ねえ。耐えただけマシですね。これせっかくメガナイトに勝てそうなのに自分からこれ負けそうにいっちゃってる、危ないですね。さあ、というわけで、まあ寂しくなるもんなんですよ。岡山に彼女いて、彼女がね休みの時は東京来てくれたりだとか、あ、もう僕がねこう時間ある時は岡山に帰る時はありますけど、こうやっぱ一人、基本一人なんでやっぱ寂しいもんなんですよね。なので、まあペットを飼いたいと、まあ犬でもいいじゃんって感じなんですけど、まあ、ぶっちゃけ犬でもいいんですけど、よいしょ、まあなんか猫がいい。なんか原宿によく行くというか、原宿の竹下通りにいちご飴があるんですよ。なのでそのいちご飴を食べによくね行くんですけど、近くになんかペットショップがあるんですよ、竹下通りの目の前かなぐらいに。そう、ペットショップがあって、まあ、そこにいるねやっぱ猫が可愛いの可愛いの、まあ、なんかそう、ただのそのそういう理由で猫を見る回数が増えて、ちょっと猫にこうなんていうんですかね、癒しを感じるようになりましたね。まあ、なので猫を飼いたいっていうね話でございますよ。グッドゲームレイ。まあなんか全然詳しくないんで、あとまあ一人暮らしでこう今だとこうまあ面倒見る時間もないと言いますか、こうやっぱ命なんでね大切に飼わないといけないので、まあもうちょっと落ち着いたり時間ができたら、まあ来年とか再来年とかかな、まあ、来年とかにはちょっと飼いたいっすよね、猫ちゃん。で、懐いてくれるのがいいんですよ、僕的には。こう、ちょっと、そっけないよりかは、ちょっとこう、遊んでくれる。僕が遊んでもらう側になっちゃうんですけど。そう、まあ、そういうのでね、猫ちゃん飼いたいな、マジで。猫、可愛い猫がいいっすね、可愛い猫が。まあ、そういうね、最近すごい思ってます。もう、絶対そうするっていう、もう、誓ってます、僕はね、心に。よいしょ。うん、やばい。OK。これ、逆再生います。これ、あえて J 咲きました。で、3カゴも追加してるんで、コストないっす。お疲れ！グッドゲーム。で、ボンバー咲いたら、ロイホグ行きます。ボンバー待ってないかな？ババでした。これはデリにしまーす。というわけですね。猫を飼ってる人とか、まあ、何の猫がいいんだろう。逆に、この猫はちょっとやめた方がいいですよ、みたいな。うち、この種類飼ってるけど、ちょっと大変ですよ、みたいになったら、まあ、意外と、まあ、DM とか、Twitter の DM とか、まあ、何でも教えてもらえるとちょっとね参考になりますね。まあ可愛いやつですね。可愛いやつ買いたいなと思ってみーす。というわけで、頑張ります。いやー楽しみだな。なんか自分に懐いてくれるのがいいですね。なんか他の人にはちょっとそっけないけど、俺にはこうちょっと呼んだら来てくれるとか、こう遊んでくれるみたいな、そういうのがねいいですよね。さあ、相手はまさかのジャイスケラですね。びっくり。で、これ最強デリですね。これデリ。スケラ受けがまあ結構きついように見えるんですけども、デリバリーで頑張れっていうのできるですね。いや、ムートお前。ちょっと待って。ムート笑っちゃった。そっから打つ？いいんだけどね、全然。こっちからしたら。ありがとうねって感じなんですけど。相手はジャイスケラボンビーですね。ジャイスケラボンビー。ジャイスケラボンビー。ビャビャ、何も中身覚えてない、やばい。でスケドラいたらファイブ困ります。はい、いいファイブだ。でこれ何なら残っててヒースプで回復してあげて、いやーこれ速攻溶かすか。上にねデリを使いたいんですけど、デリを使うとスケラ受けがなくなるって思ったんですけど、使った方が良かったですねこれは。まあ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 一回耐えればいい、耐えればいい。過剰ですねこれは、コストが。なかなか難しいところですね。これ、暴白して、一回。相手の攻めスケラをどうにか綺麗に抑えないといけないですね。よしよしよし。これは美味しい。うわ、待って、めっちゃいいボンバー、それだって。俺、ボンバーの受けがねえもん。え？待って。この端のボンバーさすがにうまくね？え？てか待って。入りすぎ、入りすぎ、入りすぎ。なんでー？ちょっと待って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 。おかしいぞ、これは。なんで？なんでだ？ありえない、ありえない。で、これは、攻め白して、お、
待って待って、まあ、デリ落として、さすがに負けないと思うんですけどね。さすがに負けないと、いや待って待って、これ待って、さっきからこれやべえ、ボンバ、あー、耐えた、いや耐えたけどみたいな。しかも残念なことにババがいるんで、え、でもこれあれだ、来た、グルーします、ここにババが来る。いや今度かい、めっちゃいい受けするやんけ。いやワンチャル、マジで、いやでもボンバか、いやワンチャンデリで耐えたら真面目ないかな。落としてノーダメで耐えて、ノーダメで耐えろ、オッケーオッケー。いややばい、待って、あ、やめて、やめてくれ、あ、耐えれる、いや絶望。あ、いやーこれはね、あの、わかりました、これは僕が猫に浸ってたことによって負けた。はい、はい、それです、絶対そう、もうそれ以外ねありえないっす。さあというわけで今回は犬についてね、浸りながらねっていうのはまあないんですけど、とりあえずやっていきます。で、攻め吐くガンガンしていきますね。こう、まあ攻め吐くと攻めない服で、攻め吐くする方がこう、まあなんていうんですかね、4コスだしカウンターも一気に受けるとかもないので、こう負けにくいというか、ワンパン、カウンターワンパンされにくいので、まあ基本的にロイフク飛ばすよりかは攻め吐くやっていきますね。ロイフクだとメガナイトで飛ばされたり、あの、踏まれたり、なんかこうキングギドされたりとか、初っ端で一気にこうアドバンテージ取られることがやっぱあるので、できるだけ攻め吐くしてからリズムを作っていきたいですね。大体はコカッちゃんですね。コカッちゃんにはまあバルキリー、あれですね、あいつにはバルキリー当てたいんですけど飛んでこないんですね。さあ、で攻め吐くしたらまたロケかな。でロケの位置ちょっとマスケと外したいので、こんな感じの位置に出すとちょっとうざそうですよね。でナイトもいない、これプリン、お、いい、これ絶対受けきつい。さあマスケが入る。でなんならこの防衛迫撃が相手のプリンセスをやってくれると世界一嬉しいんですけど、まあそんな都合よくはいかんわなと。いやデリがちょっとおっせえな、これ痛え、まあ痛えですが耐えた。でなんならデリに行ってないんかい。まあまあまあ、ここはダメージ受けたんですけど、エリアード優先でいきましょう。で相手はコカッちゃんか、どうしようかな。一応なんか始めプリン警戒して、ムートが大事ですね。ギャングナイトを攻めてくんな、相手もなかなか。これムート気に多分ナイトを使うんですよ、間違いなく。なので、まあその間に、ね、これをね、いやロケ防衛な、いいロケ防衛なんですよさっきから。で、端前プリンはない、後ろバレるように構えて、いや、これ、バレるとタイミングかぶったらいいな。施設が間に合わない？あー、いや、いいウッドだ。これなぁ、コカッちゃん強えなぁ。で、次、ナイトですね。ナイトがあるので、まあ、ムートやっても通んないよねっていう。で、ワンチャン、これ、攻め吐くですね。で、ロケットを気持ち誘うものの、あー、そうペースはね、こっからですよ、全然ありますよ。延命されると嫌だなと思いつつ、いやーこれむずいな、ムート残したかったけど全然意味ねえかなこれ。いやワンチャル、アイスピか、アイスピクル、いやムート、ムート、ムートタワーに、なんでお前歩きすぎだって。さあ、いや全然歩くんだけど、いやーこれ遅れたな、デリーがもうね眠すぎてっていう、本当にこれマジなんですけど、もうあれなんですよね、なんかいろんなね、ちょっといろいろありのね。いやこれあるな、延命して、いやいいインフェだそれは。いやこれワンチャルぞマジで、ワンチャル、だって壊してバルキリー回復しろ。いやワンチャルぞ、迫撃通ってる、いやマジでワンチャル、勝ちてよ。いやー、あー待って、危ない危ない、デリー間に合わん、おい、いやー、ハードですね、なかなか。なかなかハードだな、これ。暴発した瞬間終わりそうですね。高松で一回しばくか。いや、ムート入んねえな。とりあえず、攻めることをやめたら負けです。インフィか。あ、そうですね。で、はしめプリン。いや、来てくれてよかった。いやー、終わったー。くそ。
これはね、勝ちたいけど、勝ちたい。いや、ちょっと負けたから、もう一戦行こうかな、ラスト。え、待って、俺2連敗した、もしかして。やべえな、このデッキ。さっきはめっちゃ弱いんじゃないかっていう。あ、もうでも今日4戦やったんだ。4戦もやったらもういいですね。ちょっと今日はね、この辺で。いや、終わります。いや、やべえな、もう朝4時っすよ、朝4時。いや、もう眠すぎて死ぬな。明日も、昼夜差過ぎから集まってね、みんなで練習やるんで、まあ頑張っていきたいなと思います。今日も。終わります。マジで、今週、土日で、試合が、ちょっと多めなんでね、YouTube も、もしかしたらちょいちょい休むかなと思います。ご了承ください。では、終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方も、よろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。